倉本さんでね、お買い物をしてきました。もうめちゃめちゃ嬉しかったです。あのバサの天ぷらと、あと稲荷寿司がね、もうちょっと前に今売り切れてしまったんだよって言われたんですけども、ちょっとだけ残ってたのを購入させていただきました。ちょっともうその辺でなんかね、公園あったらすぐ食べるよね。たまんないです、よかった。皆さんぜひ、買いに来てください。もう最高です。紅生姜しっかり入った甘いおいなりさん、うまうまい、紅生姜たっぷりでした。でお揚げもすごい甘いんでね、私好みの本当に美味しい味です。朝の天ぷらいただきます。これも味ついてた、よかった、めっちゃ美味しい。つけるんだと天だしとかにつけても美味しいぐらいの、ちょっと塩味の効いた感じになってます。
はい、めぐりさんいただいてきました。めちゃめちゃうまかったね。独特なこうホルモンのお好み焼きって結構油でこうドンとくるとベタっとすること多いんですけど、その中で美味しいところはそれをどうこう跳ねのけてくるかなんですけど、めぐりさんに関してはお蕎麦がかなり美味しい太麺で油のこう濃厚さっていうのをうまく調和してくれてて、で中に入ってるイカとあとなんだ鶏のハラミかが最高にうまいんですよ。他でないなんか具材うまく入って味が独特なんですよ。だからうまいと思います。また来たいと思います。この辺特別うまいんじゃないと思います。ごちそうさまでした。最高、美味しかっためぐりさんを出てちょっとね、西側に向いて歩いていきます。この先はねどうするのって言われたらそんなにごっつく予定はないんですけどね、のんびり歩いていって私の大好きなところに向かっていこうと思います。Thank you.
船尾駅に到着しました。船尾駅ってさ、いやなんでそんなところに急に来たのって思うでしょ。あれなんです、私のおばあちゃんがね、もう今はもう亡くなってしまったんですけども、住んでたのがね、大和八木駅と船尾駅の間ぐらいに住んでたんですよ。だからちょっと久々にね、八木も来とこうと思って、来させていただきました。かなと思ったら、ね、緑がたくさん入ってて、なんだろう分かんないと思ったら、ほうれん草と白菜の、ごまで和えたんです。うまい。鶏肉の卵。ありがとうございます。今から甘くてめっちゃ美味しいです。サンドイッチの具みたいな味付けの仕方です。これはうまい。玉ねぎが本当にこうちょっとくたっとくるぐらいのね、ちょうどシャキシャキからピヤッとくるぐらいのいい感じの仕上がりで、うまいっすね。
そんなもんちゃうんだよ。これは、環境ファンの気持ち全く分からない。これは、まあ私も50年ぐらい前に来てるんですよ、この辺りね。来ててやっぱり子供の頃来た時とまた全然違った、大人になってお酒を飲みにやってきました。見慣れた場所でって、懐かしいあの場所でって、そうなんですよ。みんなが思ってる以上にね、なんか思もう込み上げる思いがいっぱいある。この酒場でね、飲んだ酒うまかった、人も優しかった、なんか八木駅ってこんな楽しかったんやってね、気づきまして。いやほんまにね、あの上田酒店さんは酒飲みの気持ちが分かる、あのいい店だと思います。ママさんがねお酒大好きって言われてたんで、やっぱり美味しく飲めるお店かなと思います。ごちそうさまでした。